ボンジョルのエヴナセーラひろこですいかがお過ごしでしょうか動画ではちょっと久しぶりになりました明日ようやくイタリアに戻りますがこの前日になって日本でちょっと大変なことが起,き起こってますね三大携帯キャリアの一つ au が今日の夜中ぐらいから 電波障害とということで、全国的に携帯がつながらならまあ当然その携帯の電波を使ったネットも使えないということで au ユーザーさんの間では大騒ぎになっている様子がニュースやツイッターな,でなどで見られます私は au じゃないので特に障害はないんですけれども あなたやあなたのご家族友人知人は大丈夫でしょうかいやーまさかこういうことおこうまあそれは起こりえるんだけどやっぱり現実に起こるもんだなんだなと思ってちょっとき興味深くというかまあ常々 ちょっと頭の隅には入れていることなんですけれども何でもかんでも携帯に頼るっていうのはやはり良くないなということを改めて感じた次第ですなので、えー、今日はですね私が常々携帯という便利なものは活用しつつも万が一の時のために大丈夫なように ちょっと気をつけていることというのをシェアしたいと思います123そう主に6項目ありますその1は財布には常にテレフォンカードを入れておく2近所の公衆電話の場所は把握しておく3 大切な人の連絡先は紙のアドレス帳などに控えておく。まあ、携帯の中だけに記録しないってことですね。4、つながりを切りたくない友人、知人とは、LINE など SNS のアカウントだけではなくって、電話番号もちゃんと把握しておく。まあ、これは家電 じゃなくていいですまあ今どき家電使ってる人の方が少ないだろうから携帯でもいいんだけれどもとにかくあのアカウント名とか ID だけじゃなくていざという時公衆電話などを使って電話としてご連絡がつけられる番号ってことですね。で5現金も常にある程度ちゃんと手元に置いておく。で六。 目的地に行く場所探しなどで何でも Google マップなどナビではなくたまには自力で行って距離感や方向感覚を退化させないというものですまずお財布にテレホンカードこれは私もう何年も前から常に入れてますねまあそれはもともとはあの海外に行ったことで 日本に帰ってきたときにあの向こうの電波あの海外の携帯の電波だと日本で電話するときにものすごく高くなっちゃうから海外のキャリアの携帯を使うよりはテレホンカードの方がいいということで持ち出したのが始まりです。今ででは、えーまあ、互換性ももだいぶ出てててききたし料金も安くなってきてるので ほとんど使うことはないんですけれどもでも一応常に入れていますね2枚入っていてまあテレホンカードなんて今の若い人見たことない方もいるかもしれませんがこのようになっておりますこれはかわいいね猫ちゃんのやつを選んで変えたんですけれども2枚目はこれ <laughs> 誰みたいな、まあ、昭和の。 アイドルか女優さんんだと思うんですけれどもどうしてこれを買ったかというと選べなかったんですよ今時テレホンカード自体売っているところが少なくってこの,1枚,の1枚目の猫ちゃんはどこかのお店で自分で選んで買えたんだけどこれは大黒屋でしかあの探したんだけどテレホンカードが置いてなくてで大黒屋で買ったらば。 強制的にあの上からあるやつ取って渡されて「えこれじゃないのがいいんですけど」って言ったんだけど「いや選べませんから」ってあっさり言われてこれになったという経緯がありますまあね緊急の時はデザインがどうのこうの言ってられないからとりあえずテレホンカードは持っておくとそれから えー、大切な人の連絡先や紙のアドレス帳などに控えておくこれはねつい私も怠りがちではあるんですけれどもこうやって電波が届かない時あるいは災害時で万が一携帯の電源が落ちちゃった時アドレス帳なんかを全部携帯にしか保存していないと 全部消えちゃいますよねで今どき、まあ、昔携帯がない時代だったらば私も結構親しい人の電話番号は暗記してたんだけどやっぱ今の時代そういうこともないので電源が落ちたりしても大丈夫なこう紙の媒体にちゃんと控えておくということも必要だと思います。 で4つ目のつながりを切りたくない人とは、えー、SNS のアカウントや ID だけじゃなくって電話番号もちゃんと交換しておくとこれはですね私が過去に一度やってしまった失敗から来ています、えー、学生時代の友人ですね、えー、まあ最初はお互いの 携帯電話番号を知ってたんだけども私が海外に行って番号変わったりそして相手も変わったりしているうちにお互いの番号が分からなくなったと。ででも SNS の, SN の,の LINE のやり取りはできてたからあんまりその番号をお互い分かんなくなったっていうことは気にしてなかったんですよね。ところががある時そう私が iPhone を変えたんだ iPhone を変えてそしたらバックアップしてなかったかなんかですよねそうしたことで彼女と連絡が取れなくなりで電話番号も違うことが分かってで唯一その時もう一つ分かっていた彼女のメールアドレスに電話したんだけどメールをしたんだけれども。 彼女は携帯を変えたことでその携帯のキャリアの、まあ、それもまた au の easyweb のメールアドレスだったからそれも変わっちゃったらしくてで結局連絡がつかなくなってしまったと。でそれ以来 もうコンタクト取れないまま何年か経ってしまっているという残念なことがありましたのでまあ電話番号もね変わっちゃったらどうしようもないっていうのもあるんですけれどもでも基本的に電話番号ってあんまり変えることないですからせめてせめて、まあ、最後の手段として電話番号を把握しておいて でお互い変わったらちょっと連絡また連絡を取って確認し合うっていうことは大事かなというふうに思いましたそして現金もちゃんと持っておくこれは最近特に久しぶりに日本に帰ってきて結構スマホ決済とかが普及していることに驚いたんですけれども特に若い方だと もう財布自体持ち歩かずにお財布形態でお会計済ませる方も多いと思います。それはそれで便利でいいと思うんですけれどもやはりこういった時に最後に頼りになるのは現物ということなので現金はある程度持ち歩かないにしても自宅には置いておいた方がいいかなと。最後 場所を探したりするのにいつでもナビに頼らないでたまには自分で方向感覚や距離感をつかめるようにしておく。まあ、これはですね特に私あのスイスのスイスとかイタリアのトレッキングとか山に行くときに絶対自分のルールにしているんですけれどもやっぱりいざ いいううってののは自分の感覚が頼りなんですよね。で、そういう山だと GPS 機能もちょっとバグって変なところの位置を示したりっていうこともありますのでそればかりに頼っているとかえって迷うということになりますからというきっかけからなるべく。 まあ、こう都市部は都市部で初めて行くところはいいにしても山だったりそんなにごちゃごちゃしていないところだったら私はなるべく自力で行くようにしていますでなるべくこうデジタルじゃないね地図っていうのの見方も忘れないようにしています。 ということでですね生活における重要度が日に日に増している携帯電話まあもはやインフラの一つという感じになっておりますが今回のように大元の電波が障害を起こしてつながらないしかも何時間もそれが続くということが実際起こり得るということ。で 特に災害の多い日本でしたらすごく電波が混み合って全然電話がつながらないとか電源が落ちちゃってで停電中だから充電ができないなどなど災害が多い日本なだけに万が一ということはありえますのでそれに備えて日頃から 用用意意ををししてておおくくできる用意をしておくというのは大切かなと思います、まあ、サバイバルということを考えた時に、まあ、いつもお伝えしている畑仕事もそうですけれども日頃からなるべくマニュアルで人間らしい感覚を失わないということが大事じゃないかなと思います。 携帯に関しても自分でできる部分は残しながら、まあ、現代の便利なテクノロジーと付き合っていくのがサバイバルにもつながっていいんじゃないかなと思う次第です。まあそういった観点から私はですね今世の中で便利なアプリがいろいろ出ていますけれども特に最近よく出ているかざす,だすかざすだけで何かできる系。 かざすだけで外国語が翻訳できるかざすだけで草花の名前がわかるといったアプリはなるべく使わないようにしております。あなたがしている工夫というのもありましたら教えていただけると嬉しいです。ではまた次はイタリアからお送りするかと思います。 最後までご覧いただきありがとうございました。ラップロスしま、チャオチャオ。